はい、基本一人です。いつもありがとうございます。今日は金曜日かな。5月31日ということで、5月も終わりです。ということで、今日はですね、まず、しげちゃんの T シャツ、やっちゃんの T シャツですね。ちなみにね、やっちゃんの T シャツはね、昨日病院に、入院してる先にですね、置いてきちゃったんで、もうないんですけどね、しげちゃんの T シャツ、LL ですね。こういう感じのやつ。と、これです。結構ね、いい感じのやつが、2枚、買いましたんでね、またしげちゃんに持っていきます。まあ、こんな感じのやつのね、やっちゃんの方は LL ですね。L サイズのやつを買って昨日届けましたね。そして今日ね、実はね、しげちゃんの行っているグループホームじゃなくてね、作業所の方で面談がありますので、こちら上履きですね。上靴としてこんな感じのテープ式のね、やつですね。買ってきたんで、これを持っていきます。そして面談してきます。はい。ということでね、5月も最終日ということで、多分この動画を見てる時にはね、もう、6月になっちゃってるんで、コメント欄が閉鎖されてると思います。まあ、ちょっと今日、夕方というか、ぐらいには、コメント欄一旦廃止というか休止ですね、させていただきます。今までコメント書いてくれた方、ありがとうございました。そして動画を、見ている方、本当にいつもありがとうございます。はい。ということで、あと、30分後ぐらいにはね、ちょっと面談の、お約束ですので、行きたいと思います。実は今ね、台車に乗ってますね。新しい車をね、買うということで、まあ中古ですけどもね、中古車を買うということでですね、今台車を借りて、その車で、作業所の方に移動したいと思います。まあなかなかね、車がないと、地方都市、何もできませんのでね、また車、当然ですけど、買います。はい。いつものね、天竜川の河原ですね。こちらに来てます。昨日は結構雨降ったのかな？なんか台風が来てたみたいでね。なんか熱帯低気圧になったみたいな感じのことを聞きましたけども。まあ、明日は晴れるんじゃないかな。もうこれからは晴れない、雨降らないと思います。はい。しげちゃんとこ行ってきました。帰ってきました。カレーを食べます。相変わらずです。卵切り器。はい、いただきます。シューマイとキャベツの浅漬けとカレーですね。ゆで卵付きです。さあさあ、さじがない。
さあさあ。うん。キャベツの浅漬け。うん。ちょっとね、僕は美味しく食べれるけど、母親が帰ってきた時にちょっとこのキャベツの浅漬け、ちょっと、硬いかな。うん。いろいろとね。母親が帰ってきた時のね、食生活、ちょっと気になります。いろいろ工夫しないといけないかも。うん。シュウマイを食べましょう。今、昼過ぎですけどね、先ほど、作業所で面談してきましたね。で、僕はね、作業所ね、年に4回ぐらいしか行かないのかな。今日は弟にも会ってきましたけどね、作業の内容なんかもちょっと見ながら。まあ、相変わらずね、グループホームはね、週1で行って様子もわかるんだけど、まあ、グループホームじゃなくて、作業所の方はね、年4回しか行かないんで、様子がわかるようなわからないような感じなんだけど。まあ、今日話を聞いたらね、意外とみんなでね、近場ですけどね、行ってね、外食なんかもしてるみたいですね。僕気がつかなかったんだけど、今まで。もうね、作業所、行って3年ぐらい経つわけですけどね、外で、外食し、みんなでしてるっていうのもね、初めて聞きましたね。うちの弟かなり喜ぶと思います。なんか、大層な公園なんかにね、行くよりうちの弟は、近場の外食に何回も連れてってくれた方が喜ぶんじゃないかなと思います。またみんなと行くっていうのが楽しいしね。やっぱグループホームだけだとね、昼間ね、どっか連れてったり、遊びに行ったりとかね、そこまではね、人員の関係で、職員の数の関係でね、できないんでね、やっぱり、グループホームと、作業所、両方ね、うちの弟の場合行ってて、まあ本当正解じゃないかなと思います。お金もかかるけどね。うちのね、弟はね、本当グループホームとか、前のグループホーム、今行ってるとこじゃない、前のグループホームね、30年以上通ったんだけどね、本当にね、好きで行ってたんじゃないかなっていう感じですね。
今もね、グループホームから作業所通うんですけど、出勤前はね、結構ニコニコしてね、楽しそうだって言ってくれてます。あと、うちにね、連れてきてね、ご飯食べて、グループホームに帰るんですけどね、グループホーム帰る時も、ニコニコしてね、嬉しそうにしてくれるんでね、グループホームの生活もね、結構ね、いいんじゃないかなと思いますね。まあ、うちの弟はグループホームも作業所も楽しく通えてるみたいです。本当良かった。そして、グループホーム、作業所のスタッフの方、本当にありがとうございます。ねえ、面倒見てくれて。まあ、グループホームをね、作業所のね、職員の方もね、まあ僕が YouTube やってるの、全員じゃないけど、一部の方はね、知っててね、たまには見てるのかもしれません。以前足をね、僕怪我して松葉杖した時ありますけどね、それを報告してなかったんだけどね、作業所の職員の方に。で、作業所の職員の方に会った時にね、何もそんなこと言ってないんだけど、あ、松葉杖なくなりましたねって言われたんで、あ、この方は僕の YouTube チャンネルね、見てくださってるんだなっていうのよく分かっちゃって。まあ本当にそんな感じです。はい。みんな見てますね。はい。変なことできません。カレーよくできたな。美味しい。ちなみに3回目です、これ。作り置きの3回目。業務スーパーの梅干し。はい、ごちそうさまでした。キャベツの浅漬けはね、まだ残ってますけど、冷蔵庫入れておきます。はい、ということで、以上です。最近ね、冷蔵庫の中がね、ガラガラですね。お見せします。こんな感じで。カレーとお米、ご飯、シューマイと梅干し、ジャムと醤油かな。まあ、ここの辺はあまり変わらないけどね、こういうところはね。はい、野菜室もね、だいぶスペースが出てきましたね。野菜も高いからね、あんまり買わなくなっちゃって、いけないんですけどね、栄養のために。冷凍食品もね、結構肉とかはあるけど、この辺はだいぶ減りましたね。どんどん使ってきます。はい、冷蔵庫チェックでした。古新聞をね、リサイクルボックスにちょっと置いてきますね。よいしょ。母親もね、入院しちゃったもんだから、
新聞ね、持ってってもあんまり読まないんですよね。なんか急に興味がなくなっちゃったのか。はい。なんか本当にもう今すぐ新聞解約してもいいかな、みたいな気分です。僕は読まないんでね、ほとんど。はい。じゃあ三つにちょっと分けましょう。浜松市のルールでは、紙の紐を使わなきゃいけないんですね。はい。この長さのやつを3本作りますね。本当ね、新聞重いんですよね。3本もね、3個もね、これぐらいのやつね、結構ね、重いんでね、なんて言うんだろう、指が痛くなるんですよね。よいしょ。この処分がね、めんどくさいんで、もう新聞はあんま取りたくないとかって思っちゃったりするんだけど、まあ、たまになんでね。やってますけど。さあ、こんな感じ。こういう感じね。よいしょ。さあ。はい、これ3つ束ねましたんで、こんな感じでね。リサイクルボックス持ってきます。コメント欄でね、新聞ね、綺麗に畳んでますねって言われたことあるんですね。まあね、綺麗かどうかちょっとわかりませんが、30年ぐらい前にね、90歳で死んだおじいちゃんがね、仕事はほとんどやらなかったんだけどね、唯一の仕事がね、新聞を畳むという、感じでしたね、綺麗にね。その伝統をね、受け継いでいたのかもしれませんね。はい、今回はね、お昼ご飯を食べたり、新聞を捨てたり、母親がね、入院しちゃって一人暮らしになった日常をお届けしました。最後まで見ていただきましてありがとうございました。基本一人でした。